宮津海館は京都府宮津市安田鶴河にある多目的ホール。1965年の宮津市議会定例会で多目的ホールの建設を決定。宮津市は宮津海館建設委員会を設け、名称、建設位置、規模、事業費などについて検討を行った。1966年12月に宮津湾を望む島崎公園で着工し、 1967年12月に完成。総工費は約1億7000万円。なお、宮津海理西側の隣接地には同時に宮津市中央公民館が開館している。1975年と1977年には矢沢永吉が、1981年にはザベンチャーズが、1995年には松山千春が、 1997年には、沢田賢治が2000年には、ハウンドドッグが2006年には、河村隆一が宮津会館を訪れている。1998年度から2000年度までの3、可燃事業として、宮津会館の西側に複合公共施設、宮津歴史の館の建設が計画された。宮津市中央公民館を取り壊した後に宮津歴史の館が建設され、 2000年9月にオープンしている。延べ床面積は3744平方メートル。オーディトリアム棟が2534平方メートル。管理棟が993平方メートル。ゲートが217平方メートル。開館当時は固定席508、移動席408席、補助席120席の、京戦36席だった。 他に132人収容の大会議室、81人収容の小会議室などがある。舞台設備、音響設備、照明設備などは当時としては一流のものだった。隣接する宮津歴史の館とは屋内から行き来することができ、所在地を共有している。敷地の北側は宮津湾であり、東側は大手川河口である。ありがとうございます。